今で5つ目噂によるとあと1ついた誰から行く本当 <laughs> ほんと男子って元気ね大和トの子だからなそれにしてもあんな元気なコうた久しぶりに見るね写真でも撮ってあげたらおいいぜほれほれ 目がすごい <laughs>。なんか歪んでね <laughs>。じゃあちょっと、鬼屋の子の方も取っとく失敗、ダメでした。アイさん、準備はよろしいですかダメです。カゴメカゴメ実行後、後には引き返せません。それでもよろしくない。まず、あれーデーに、話しかけらんねえ。 雄大話そうぜダメだ行 <laughs> きましょう二人とも遅かったじゃねえかなんかあったあそれがあトイレットにウォータークローゼットにお化けがそうらしいの私は見てないけどお遊びおおお遊び <laughs> お遊びはもうやめましょう危険よ なんだよ。ビビってんのかたけし。<laughs> それじゃない。暗闇かくれんぼの効果があったわけか。写真は撮っただろうな。怖くてそんな暇なかったよ。雄大、そんな言い方はないですよ。愛さんが無事でよかったです。<laughs> じゃあ、かごめかごめを始めようぜ。気にしてねこいつ。やべえ、純粋な悪の <laughs> 素質があるぞ、こいつは。 雄大心霊現象が起きやすい部隊はできた。これやる気はないだろうん。私は付き合ってられない。はい、帰ろう。また、学校の地下であったような目に遭う可能性は高いです。<laughs> 3対1になった。それなら願ったりかなったりだろささっと取って逃げりゃいいんだよ。お前あんな目に会ったのに懲りてねえな。 あんたねえなあみんなミッション達成のために来たんだろ愛もそう思うだろ <laughs> おーっとこれは迷うけどアイにしゃおう。愛ならそう言ってくれると思ったじゃあ早速やろうあーい,いもうしょうがないな <laughs> このやれやれだぜの ちちょっっとめっちゃ可愛いコータ目がいない <laughs> 恐怖の顔一人が真ん中に座り残りの人は歌いながら回るんでしたねルーパインアタック <laughs> それじゃないさ始めようぜ愛が真ん中なえまだ私が愛は何かを呼び寄せるみたいだからな <laughs> 私がやるよどうせ何も起きやしないんだから うん、ん、大丈夫やってみるえらいなお上分きそれじゃあ始めるよいやカゴメカゴメ青カゴの中のバードあちゃんと歌ってるごめん一人どっかのディビジョンしちゃってごめんなさい <laughs> 何ディビジョンだろう集まるディビジョン 呂アーケード番すると亀がイヤーダンシン <laughs> 臨床ですらないおーれこれで振り返ったらそれとも誰か当てるんだっけこのゲームってんいない孝た？ゴーッタ みんないない異界に飛ばされちゃうあコータだけいないあれコータえっほんとだいつの間にあいつウォータークローゼットかなあでも全然気がつかなかったいや普通カゴメカゴメの途中にいきなり <laughs> ちょっとトイレって行かないでしょほんとにほんとにござるか 私を騙そうとしてない？本当だってマジどこ行ったんだよ急に消えて驚かそうとする子じゃないしだいたいあいつから何かしてかさこの前も <laughs> 一番の時もさキツネ入っちゃったしあれがきっかけでコー太の方が何か呼び寄せる何か引っかかる体質になっちゃったのかなえおやカメラが右に動き 倉庫の方かなガチャガチャ音がしてるのはあそこ鍵かかってなかったでしょ凍ったおやおやこれはセーブは上げといたほうがいいかね本当にやるのかいやっちゃった後ですあいつー なんであんなところにコウタがいるかもしれない。見に行きましょう帰りましょう多分、コウタがいるかもしれないで帰れないんだろうな。うん。倉庫の中にコウタがいるかもしれない。いないかもしれない。なんか写真に収められそうなとこないかうん。おガタガタ。今度こそ、飛び箱の中が開けるよ。 うんウタがいないか確かめなきゃちょっとタイムお化けだった時のためにスマホ構えなきゃな用意周到というかなんというかあれ誰もいないウタ、いないの なんだよ、片透かしか特大なネタが取れると思ったのにな <laughs> おやどなたの笑い声えコウタかいなんだ <laughs> 布をかぶった女のようなそして影を使ってワープこれいきなり背後によキって現れるパターンか おおっと正面これ逃げるのはやっぱ十字キー操作の方がいいかな。とりあえず <laughs>、ちょっと雨のせいに、アドバイスを。逃げろ逃げろ逃げろ。ゲロゲロゲロ。来るきっと来る早く余裕かな余裕かな余裕かな来る <laughs> メニュー開けるってことはまだ余裕ですよ。こっちには、うん、ダメだ。あいつがいる。 2階に行くそれとも、飛び箱の中に隠れるダメかいないお、いた。ちょっと、撮影しよう。動いてるね。あ、ダメだ。こんなね。キヒヒ,ヒ。超撮影ポイントなのに。とりあえず、校舎の方に戻りますか。戻れるね。 まあいきなり真裏とか真正面に現れるんでしょ何なのあいつママのしか愛中コウダあれに食べられちゃったのか不吉なこと言わないでどうしたら止められるの <laughs> このちょっと怒ってる要の顔めっちゃ可愛いいドットの方 <laughs> 暗闇隠れもが原因だとしたらそれを終わらせればいいんだ人間のところへ あいつが来たちょっと涙ぐんでる要が来てるこれ変なことしない方がいいよなまあ捕まっても多分リトライはできるだろうけどもそして学校の雰囲気がめっちゃ変わってるあ入れちゃったブランブランああ <laughs> でも撮影はできないからここはほんともう逃げてどこのトイレだっけ行かないとダメだね ここか。あー、写真撮影禁止。PS4 のプロテクトがかかった領域のごとく。<laughs> 録画禁止区域に入りました。何階のどこトイレだっけそもそもトイレだっけ置いたのって。あれ隠れられた。なるほど。追ってきたら、これどっか隠れて、 うんやり過ごせってことかああいつを連れていけないよダメかこれ逃げてるときはこれ運が悪いと開けられちゃうパターンかな青鬼にみたいにそれか開けるのが早すぎるといたりとか 大丈夫か。ここかなうんみんないるし。こうだ大丈夫かな今とにかくあの化け物をどうにかしないと。暗ラビカれレムを終わらせるためには人形に私の勝ちと言えばいいんだない。ないないどうしてどうしようね とりあえずツレーションしようぜ <laughs> ひどいさっきまで、ね、確かにあったのに誰かが持って行ったの畜生どうやって終わらせるんだよコータここにいてもしょうがないぞ探そうきっと近くにあるはずコータを助けようそうだな手分けをするんだあの化け物には絶対捕まれないよ手分け怖えなあ 逆にさなんか起こしちゃうフラグじゃんってわけって <laughs> 女子トイレにある感じではなそうだよね本当に近くにあるかなおー BGM が変わったこれマップ切り替えでその何段階かあいつが出てくるフラグみたいのがあってってことかなあこれは間に合わないっていうか無理か 大丈夫なのかーいフフいんあれああ出るのが早すぎたんだそりゃあな <laughs> お赤い血がこれを辿っていけばいいのかいそれともあいつが来た後とかもうこんなことしてる場合じゃないダメかい コーター人形コーターコータードールうんどっちがこ見えねえなんなああイベントかよかったえどうしたらいいのこれあれどうしたんだろう急に眠くなってあれはあ六つ目 の印すごく気持ちえあらーお花が咲いちゃったおおいもう一体出てきたよゲームおーあー、ダメだったーおおおい,おいこれリ,リトライしても <laughs> リスキルされてんだけどこれここでああ強制イベントかてかさっきのは <laughs> バグというかちょうどあいつが出てくる切り替え数のところと <laughs> かぶっちゃったんだね本当はこっちのだけなのに <laughs> 変なでバックしちゃったあらー開かないんだわわこの状態だとスマホもバグっちゃってんのか後ろ <laughs> はい後ろ後ろセーブはできちゃうのかなこの状態できるね 要から着信だフラグ立てが必要だったのかなさっき屋上来た時はうん何もなかったし人形見つかったダメのめは大丈夫今はまだ無事アイ、はい、もう気をつけてごめんねごめんねこんなことになってねえアイ、はい、さっき出た謎の印謎の印さっきそれらしきの職員室の近くで見たあうわそれあれじゃん電話ボックスの近くにあったやつ もしそこを通るならライトを消すのよなるほど見なければ問題なし頭いいなあフ <laughs> はただのマークわかったありがとう要これで一回行けるのか敬礼そのスタンプ俺も買いたいんだけど <laughs> ライトライト消して要のメッセージではこの近くで謎の印を見たって言ってたライトを消しますなんか来てるよ左から <laughs> そして、昇降口のところ、なんか、お花で塞がれてるね。だめだ、ここ入って、やり、過ごすこともできない。住むしかない。うわあ、めっちゃいいんが。バキンチの屋根みたいになってる。<laughs> お人形じゃん。 また来た来あららーどうするこの人形で早くどうすればいいの終わらせるには一択 <laughs> しかない私の勝ちどうして何かが間違っているのお二人とも来たおい化け物こっちだ俺が相手をしてやる ああやっぱやだ向こう行って <laughs> ひどい雄タありがとう今のうちに何とかするのよアイ何とかするの暗闇かくれんぼを終わらせる方法アイこっちに人形渡すんだバーの赤い部分でゲージを止めろ <laughs> バスケで鍛えたあのゲームで鍛えた腕が今度は制限時間ありか そーあんまり高く投げるとバレーボールと一緒に <laughs> 天井にスポッては,ずはまっちゃうぞナイスファースそれをどうするの言うなこうするのさお燃やすわーあっちいちあっち燃えてるんだろうかうわ何このゾウモツ人形からモツが出てきた おっとギリじゃないか危ない危ないふぅ腰抜けちゃったひしはいよかった怪我はないうん大丈夫助けに来てくれてありがとうそれにしてもライターなんてなんかよく持ってたね理由は聞くまい <laughs> これから毎日体育館を焼こうぜ化け物を倒してみんな助かってない フフッみんな助かったんだ感賞してほしいねそ,そうだ浩タは浩タを探しましょうどこかにいるはずよおーい浩太かくれんぼはありだぜしかし返事はない何この暗定。 えー、戻ってきてないんだ夜が明けても浩太遅くまで探し回ったけど結局見つからなかったね遅く帰って親に叱られたけど浩太の家族はそれどころではないよねもしかしたら一人で帰ったのかもなあいつ浩太がそんな勝手なことをしないって分かってるでしょきっと今頃大騒ぎだよね どううしようみんなでコータがいなくなった理由言いに行くか信じてくれるかなほら先に着いた着いたよし珍しくみんな出席してるなえもしかしてコータの存在自体がなくなったみんなってことはみんな先生 コータはどうしましたあ誰だってコータですぴょん先生をからかってるのかそんなやつはこのクラスにいないこの寝てるやつどうにかしろよえー、っとコータだよ昨日までいただろ一緒に勉強してただろふざけれどもほどほどにしろ授業は始めるぞ 他の子に聞いてもコ田ダのことを知らないって存在自体を知らないみたいみんな忘れちゃった茜ちゃんの怪獣にやられちゃったのかな <laughs> その世界ではないそんなことってあるかまさかみんなで夢を見ていたってこともないはずだしあのプロフィールページとか今スマホのやつ見たらもういなくなってんのかな これは現実だ。ほら、アプリのランキングにはコータはいるぞ。ああ、よかったね。あいつがいた証拠だ。コータ、ここでよく景色を眺めていたね。今にもすぐ現れそう。ちょっと、あい。いなくなった人のように語らないで。ごめん。私たちが、いけないことをしたからかな。コータが、 身代わりになっちゃったんだ青ざめたようなドットの表情浩タはきっと大丈夫だきっと俺が絶対に助けてやるみ見てこの前のミッションの写真うわー薄くなってる10日50%ぐらい あー消えちゃったフォトショの処理かわここでかここでもう二話終わり早くない <laughs> 楽しい時間はあっという間になんとやらってことかな おそして <laughs> あの「カゴメカゴメとか歌ってたあのシーンかなこの曲さあの YouTube だと制限かかるんだけど <laughs> ねボカロ曲えなのか、まあ、多分ニコニコの方だと問題ない、ね、BGM なんだろうけどもなんかボカロ曲とかでもね YouTube だとねその元の歌入りだとなんか制限かかったりするんだよね うん、そこだけミュートにするっていうね後付け機能もあるけどもそうするとまあ音がちょっとぐちゃぐちゃになったりもするけどもまあしょうがない <laughs> そこは諦めようニコニコで見てくれそしてあそういえばあまだ取り切れてないってことかやっちまったなでもまた一話のように またやり直しというかね、お散歩機能あるだろうし、もしかしたらこのクリア後でないと探せないやつがあるのかもしれないから。おっとそこでコウタがいなくなる。ああ、終わったーって油断してたらそうやって。んなんか通った気のせい。なんかこの辺りなんか通らなかった今。気のせいかな背景かなで、またアフロ先輩がなんか言ってくれるかなはいはい、今出ますよ。 あーースマホがバグったギョピッギョピッギョピッそんなブロリーみたいな足音しないか記念写真のおかげで楽しい学校生活を送れているようだね人気者になれたしお金も増えたしハッピーだよねお友達にも感謝しなきゃね 3話でまた会おうバイバーイえー、もう来週ぐらいに3話出して <laughs> 無理言うなどお疲れ様でした記念写真第2話クリアありがとうございますここからは自由時間です写真集めや落書きなど引き続きお楽しみくださいと今回の写真は集めるといいことあるかもミスタードーナツみたいにいいことある 次回の第3話の時、ここから始まるのでセーブンをしておいてくださいねと。同じような形式だね。アクロ先輩。うちの猫をやっと見つけられたよ。心配したんだぞ。先輩の猫だったんだ。それはそれとして。3話をお楽しみ。<laughs> セーブンいましたんで大丈夫っす。とりあえず先輩取るわ。ダメかー。よし、じゃあお散歩しよう。<laughs> この状態でのお散歩だからなコーダがいるこれはカゴメカゴメ前ってことかな写真撮ってみた <laughs> よく撮れてるこの写真の後二人の姿を見たものはなかったもう悪い冗談だよ <laughs> 現実になっちゃった ゼロ一二三四五六七八九米えっとも,もしもし 経の音なんだったんだろうこれおっえー、これ受話器これって受話器なんでこんなところに写真撮っとくポジティブー <laughs> どてつもない力で引きちぎられてる これであと1枚だね <laughs> テストの答案写真撮っとくあでもここでなってるね調べてからかなあもう取れた4時44四分から動かない ふとと時時計を見た時に4時44分だとさ冷えってなるよねこんな時計あったかなこの時計針が進まないよ。何なんだろうねこれ。<laughs> これで写真も集め終わったから、うん。これでじゃあアフロ先輩のところでセーブして終わりにしましょう。ということで、えー、記念写真第2話もご視聴ありがとうございました。第3話が公開されたらまたプレイしようと思います。それではまた。